さあどうぞご覧くださいだべ。逆にさっきいただいたサインもこちらに。ではマンズ、麦わらのルフィ先輩から懸賞金5億ベリー。5億だ、やったー。続いて海賊狩りのゾロ先輩、3億2000万ベリーおい酒あるか。悪魔の子ニコロビン先輩、1億3000万ベリー。やだ上がってる。鉄人フランキー先輩、9400万ベリー。もう一声、しかも写真がフランキー将軍。ノッドウソップ先輩、2億ベリー。ギャー、素顔でどえらい額出た。狙われる。でも嬉しい。だが写真がいまいち。お前、おい、ざけんな。なんでおめえがそんなに上がってんだ。仲間にも命を狙われた。俺だけ億超えてね、悔しい。待て待て、よく見ろ、波たちがいるだろ。黒足のサンジ先輩、1億7700万ベリー。お、サンジの手配書が似顔絵じゃなくなった。ち、つまらねえ。前の方が笑えた。ドロボー猫ナミ先輩、6600万ベリー。こいつはまたいつ取られたんだ。わさび大好きチョッパー先輩、100ベリー。かける言葉が見つからねえ。ソウルキングブルック先輩、8300万ベリーって、ライブのポスターじゃねえか。あー、今回の事件に関係して際立った危険度を示した人たち以外は全員一律に5000万アップなんだべ。オラたちも5000万アップ。んだども、あ、ちょっとこれ見てけろ。クロワスのサンジ先輩は額の上がり方も手配書も少しおかしいんだべ。ん、生け捕りのみ。サンジのことだ。女のことで恨みでも買って直接攻撃したいってやつがいるんじゃねえのか。ちげえね。